皆さん、こんにちは。たぬきおやじのエクセル勉強会にようこそ。シリーズ、やってみよう。では、テーマを解決するための手順をご紹介しています。今回のテーマは、各グループの最新データを取得です。それでは、早速始めましょう。テーマと解決方法。 今回のテーマは、このような元データから、各グループの最新日付のデータだけを取得したいというものです。今回は、前提条件として、グループ内に同じ日付のデータは存在しないということで、解決策を考えたいと思います。今回の元データは、各グループの最新日付はバラバラですし、 グループごとのデータ件数もバラバラです。そこでデート列を更順そとして各グループごとに1から始まる連番を振ることで1の連番が振られたデータが各グループの最新データになることを利用して各グループの最新データを取得したいと思います。次のチャプターでテーブルの取得から手順を順番にご紹介しましょう。 操作手順。サンプルブックを用意しています。概要欄のリンク先からダウンロードしてご利用ください。この後の操作手順を先にご紹介しましょう。1、エクセルファイルの TBL サムプル01テーブルに接続。2、データ型の変換。3、日付列を高順に並べ替え。4、グループ列でグループ化。 5. 各グループ内の行に対して1位のインデックス番号を持つ列を追加。6. 不要列を削除。7. インデックス列を含むテーブルを展開。8. 列のデータ型の指定。9. 各グループの最新データを抽出。1 0. 不要列を削除。以上の操作で各グループの最新データを抽出することができます。 では実際に操作してみましょう。サンプルブックの TBL サムプル01テーブルの中の一つのセルを選択します。この時、テーブル全体を選択する必要はありません。クエリを作成したいのでデータタブをクリックします。リボンの左側にあるデータの取得と変換グループにある テーブルまたは範囲からをクリックします。パワークエリエディターが起動します。エクセルのテーブルにシリアル値の列があると、パワークエリエディターはその列のデータ型を日付け時刻型に設定します。しかし、ここでは時刻は必要ないので、デート列のデータ型アイコンをクリックして、 表示されるメニューから日付をクリックして列のデータ型を日付に変更します。すると列タイプの変更ダイアログが表示されます。これは適用したステップの2つ目のステップである変更された型でデート列のデータ型を一度変更しているため前回の変更を修正して書き換えるのかそれとも前回の変更ステップはそのままに 新しいステップとして追加するのかを確認するダイアログなんです。今回は前回の変更を修正したいので、現在のものを置換をクリックしてください。すると、前回の変更された型のステップのデート列の列のデータ型が書き換わります。各グループの最新データから順番に、 1から始まるインデックスを振りたいので、ホームタブの並び替えグループにある、高順で、並び替えのアイコンをクリックします。デート列が高順になるようにデータ全体が並び替えられ、適用したステップに、並び替えられた行のステップが追加されました。グループ列でグループ化を行いたいので、 グループ列の列見出しをクリックしてグループ列を選択します。ホームタブの変換グループにあるグループ化をクリックします。グループ化ダイアログが表示されるので、新しい列名に適当な名前を指定します。今回は GRT と入力しました。この名前は後で使うので覚えておいてくださいね。次に、 操作の下の行数のカウントをクリックします。表示されるリストから、すべての行をクリックします。設定が完了したら、OK をクリックすると、グループ化が実行され、グループ列が重複がないデータだけになりました。 インデックス列を追加したいので、列の追加タブをクリックします。全般グループにある、カスタム列をクリックします。カスタム列ダイアログが表示されるので、新しい列名に、インデックス T と入力します。実際には、名前は、お好きな名前で大丈夫です。 カスタム列の式のイコールの右側をクリックします。半角小文字で t を入力すると t で始まる入力候補のリストが表示されるので、下向き矢印キーを使ってテーブル、アッド、インデックスコラムを選択してタブキーやエンターキーで確定するか、マウスで直接テーブル、アッド、インデックスコラムをクリックしてください。テーブル、 a d インデックスコラムが挿入されるので、半角の丸括弧を入力します。ダイアログ右側の使用できる列のリストにある GRT をダブルクリックします。GRT が角括弧付きで挿入されるので、次の引数を入力するために半角カンマを入力します。 新しい列の名前を文字列として入力するために、半角のダブルクオーテーションを一つ入力します。すると、半角ダブルクオーテーションがもう一つ自動で入力され、カーソルがダブルクオーテーションの間に表示されるので、そのまま新しい列名を半角でインデックスと入力して、右向き矢印キーを一回押して、カーソルを ダブルクオーテーションの右側に移動します。次に、半角でカンマ1カンマ1小カッコ閉じと入力します。これは、1から始まり、1ずつ増えるインデックスを作るということです。ダイアログの下側に、公文エラーが検出されませんでした。と表示されていることを確認して、OK ボタンをクリックしてください。 インデックス T 列が追加されます。この先、インデックス T 列以外は不要なのでインデックス T 列の列見出しの上でマウスを右クリックして表示されるメニューから他の列の削除をクリックするとインデックス T 列以外の列が削除されます。 インデックス T 列の列タイトルの右側にある展開ボタンをクリックします選択リストの下部にさらに読みと表示されていたらそれをクリックしてください元の列名をプレフィックスとして使用しますにチェックが入っていたら外してくださいここで展開する列を選択できますが今回は すべての列を展開したいと思うので、そのまま OK ボタンをクリックしてください。テーブルが4列に展開されました。展開された列のデータ型が指定されていないので、データ型を自動検出したいと思いますので、変換タブをクリックしてください。任意の列グループにある、 データ型の検出をクリックします。今回はすべての列のデータ型が正しく指定されましたが、この自動検出は100%ではありません。必ず自分で確認して正しくない場合は修正してくださいね。インデックス列が1の行だけを抽出したいので、 インデックス列の見出しの右側にあるフィルターボタンをクリックしてください。今回の場合、1以外のチェックボックスのチェックを外しても結果は同じなのですが、チェックボックスでの指定は選択肢の割合に応じて選択と除外のどちらかが採用されます。ですので、チェックボックスを利用したフィルタリングはせずに、数値フィルター等で、 将来を見据えたフィルタリングを行うことをお勧めします。数値フィルターをクリックするとメニューが展開されるのでメニューから指定の値に等しいをクリックしてください。行のフィルターダイアログが表示されるので赤枠のボタンをクリックします。選択リストが展開されるので1をクリックします。 OK をクリックしてフィルターを実行します。各グループの最新データだけが抽出できました。インデックス列はフィルタリングが終われば必要ないので削除したいと思います。インデックス列の見出しの上でマウスを右クリックして表示されるメニューから 削除をクリックして、インデックス列を削除してください。作成したクエリを、接続専用クエリとして、ブックに保存したいと思います。ホームタブをクリックして、閉じるグループの、閉じて読み込むの文字の部分をクリックします。表示されるメニューから、閉じて、 次に読み込むをクリックします。データのインポートダイアログが表示されるので、今回は接続専用クエリを作りたいので、接続の作成のみをクリックします。それ以外の設定はそのままに、OK ボタンを押して、作成したクエリをブックに保存します。 接続専用クエリが作成されました。グループ化のすべての行とはグループ化コマンドの操作のうち、赤枠で囲まれた範囲の操作は、新しい列に何らかの計算結果を返します。しかし、青枠のすべての行の操作では、 グループ内のすべての行を含むテーブルを返します。試しに1行目のテーブルをクリックしてみると1行目のテーブルが展開されます。ご覧の通り、このテーブルはグループ内のすべての行を含むテーブルなんです。これにより、後続の手順で各グループを個別に処理することができるわけです。 テーブル、アットインデックスコラム関数はテーブルに新しい列を追加し各行に1位のインデックス番号を割り当てるための関数ですテーブル、アットインデックスコラム関数の引数は引数テーブルはインデックス列を追加する対象のテーブルを指定します引数ニューコラムネームは 新しいインデックス列の列名を指定するテキスト値を指定します。引数イニシャルバリューは、インデックスの初期値を指定します。省略した場合は、0が使用されます。引数インクルマントは、各インデックス値に対する増分を指定します。省略した場合は、1が使用されます。今回のテーブル、add、インデックスコラム、grt、 インデックス11では GRT は各グループのテーブルが保存された列なので結果的に各グループのテーブル単位に1から始まるインデックス列が追加されるわけですまとめ今回のように各グループの最新データのみを利用したいというシーンはよくあります他にも 手作業でコピーペーストを繰り返している作業などを PowerQuery for Excel で処理することでデータ処理がスムーズに継続的に行えるようになります。RPA の前にデータのテーブル化や PowerQuery for Excel での処理を検討することをお勧めします。いかがでしたかお役に立ちましたらグッドボタン チャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、始めよう。